アルバート・ベンジャミン・チャンドラーシニアは、アメリカ合衆国の政治家。MLB の第2代コミッショナーである。アルバート・ベンジャミン・チャンドラーが本名だが、大学時代に、いつも笑みを絶やさないという理由から、ハッピー、チャンドラーという愛称がついた。1898年7月14日に、ケンタッキー州コリドンで、ジョセフ・セファスト・キャリー・サンダース・チャンドラーの間に、誕生した。 彼の幼年期は難しいものであった。自助伝によると最も古い記憶は彼が4歳の時に母親が家族を捨てたことであった。彼は父親と親類によって育てられ8歳まで家計を助けるために新聞の販売を行った。彼が16歳の時に2歳下の弟が桜んぼつまみで木から落ちて死亡した。1917年に高校を卒業し、 父親の意に反して、歴シントンのトランシルバニア大学に赤いセーター、ゴドル札、笑顔だけを持って入学した。大学ではバスケットボールと野球のキャプテンを務め、フットボールチームではクォーターバックとしてプレーした。彼はまたパイカッパアルファに加わったが、会員資格が否定された後カッパアルファに加わった。学生時代、彼は自活するため様々な仕事を行った。 1918年の秋、第一次世界大戦の最中にチャンドラーは陸軍訓練部隊に志願した。部隊は11月の休戦協定成立で解散した。チャンドラーはまたセミプロ野球でいくつかの夏の間にプレーし、追加収入を得た。1920年から1921年の間にプレーしたチームの中には、ノースダコタのグラフトン、ハロックが含まれた。 1921年に学士号と生涯のニックネームハッピーを得てトランシルバニア大学を卒業した。その後ハーバードロースクールに進学し、高校の体育競技のコーチで収入を得た。彼は1922年にレキシントンに戻り、2年後にケンタッキー大学から法律の学位を得た。またベルサイユでも高校のコーチを行った。 続く5年間でチャンドラーはダンビルのセンター大学のフットボールチームでアシスタントコーチを担当した。同時にベルサイユで弁護士も開業した。チャンドラーはキースビル生まれのミルドレット・ワトキンスに出会った。ワトキンスは結婚経験があり2歳の娘がいたが、2人は1925年11月12日に結婚した。チャンドラーはすぐに ワトキンスの娘のマルチェラをママことし、夫妻は3人の子供である耳弁談を設けた。連邦上院議員を務めた後に、初代コミッショナーのケネソー・マウンテン・ランディスが1944年に死去したのに伴い、公認としてコミッショナーに就任した。当時アメリカ議会では、大リーグに対する反トラスト法の適用除外を撤廃しようとする動きが加速しつつあった。これに、 危機感を持った球界が上院議員であったチャンドラーに白羽の矢を建てたのであった。コミッショナーとしての在任期間は1945年4月24日から1951年7月15日であった。また、コミッショナー在職中の1947年4月10日にブルックリンドジャース参加の 3A に所属し、後に黒人初のメジャーリーガーとなるジャッキー・ロビンソンが メジャーに初昇格した。その際、ドジャースを除く全球団が反発し、フィラデルフィア・フィリーズやセントルイス・カージナルスが黒人を試合に出すなら、試合を放棄するとドジャースを脅迫する事態となった。その中で、コミッショナーのチャンドラーは、ナショナルリーグの会長であるフォード・フリックと共に、 ドジャースを支持し、人種のみの問題で対戦を放棄した、チーム及び選手には出場停止処分を課すと強い、態度で臨むことで沈静化を図った。この働きかけがあって4月15日にロビンソンは、黒人初のメジャーリーガーとしての第一歩を踏み出すことができた。ケンタッキー州知事を2期にわたり務めている。1982年に発展貢献者として、アメリカ野球殿堂入りを果たした。 ありがとうございます。